か今日、寿司酢を寿司酢あれ誰ですか。こんにちは、ナイトガイスです。ダニエルです。お寿司を握ります。頑張ろうね。初めてでしょ。初めてです、うん、頑張って頑張ります。村上大輔、寿司を握るダニエル先生に寿司を、はい、教えてもらいます。よろしくお願いします。日本人がアメリカ人に寿司を習うそうですよね。ジャパネーズだけどいつも英語使って、ね、なんかもっとアメリカンっぽいですね。僕も最近ちょっとジャパニーズっぽくなってる。かっこいい。英語喋られると俺わかんないから。あ、じゃあ Let's speak some English。 Amen。 Amen。 What's up bro。 これ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 だね。 OK、 じゃあやろうか。OK、 じゃあ先にご飯を、これなんていうの、これなんか OK 誰も分かってない。これ炊飯器ですよね。僕炊飯器持ってないですよ。日本人じゃないですよ。持ってないです。日本人じゃないよね、僕。そうだね。はい。カメラに。いいね、分かってるね。なんかフェイシャルみたいじゃない？オシャレフォークション聞いてない。ナイス。すごいですね、お寿司。まあ、僕来たら仕事いっぱいするからね。こんな働かして大丈夫？もう来なくなるよ。めっちゃ怒られるんだよ、ファンに。何やらしてんだ。で、これ切るんでしょ。そう、あ、切るの。そうそうそう。こう？そんな感じで。な、あ、まずだ。疲れた。もうや、もう寿司や。いや、I'm getting bored。ちょっと味見してどう？じゃあ、はい。僕、わからないから。おーい、始まれ。始め。早くそっち。あ、ちょ、お前。汚ね。乾燥しないように置いといて出来上がり。今日のラインナップが、はじめの近所が取ってくれたマグロと白マグロ、アボコア、アボコアで、ダイスが今日握ってくれます。握って我々の飯をダイスが作ってくれると、はい、嬉しいね。楽しみ。すごい緊張してるけど。緊張してます。免許いるんですか？免許いらない。いらない。じゃあ普通に僕がトライしたらシェフよくね、できるよ。めっちゃお客さん来るよ。ダイスが握ってる。じゃあこちら側お店開けて、バーを、じゃあトリプルアクセルお寿司を出してやる。バーはスペシャルロール。バーはアイスリンクする。バーをアイスリンクして、シュワーッして、シュワーッいけるよ、チップ稼げるよ。美味しそう。ショーになるもんね。ですよね。どうか、まあ、切るときは、まあ、とりあえず今日のイエローフィン取る。イエローフィン、寿司の逆方向に斜めに切られる、まあ、こんな感じで、ちょっと水を手につけて、シャリオンがしょ、こんな感じ で、ちょっとわさびつけて乗せて握る。握る。握って、こんな感じで出来上がり。説明の仕方が分かんない。あ、でも分かるかも。僕がスケートを教えるって言ったらもう見せるしかないかも。だってトリプルアクセル考えないですよ。それだけじゃない。分からない、本当に。もう感覚で飛んでるので、聞かれると、うん、まあ、思いっきり早く思いっきりジャンプして回るんだ。で、3回転回って降りるだけだよ。だからもう同じです。多分寿司の方が難しいよ。ダイスやってみよう。もう早速ワンナウンスライス。そうそうそう、こう、そう、なんか震えてんだけど、こう、こう、いい感じ。あ、いい感じ。それでこう、いい。で、じゃあ次はちょっと手を濡らして軽くね。で、さっきみたいにちょっとシャリを取って、ちっちゃいボールぐらい、こんなサイズで昨日。両手で、ま、丸めてる。で、どうやったの？で、早く動きながらしないと。あー、いいね、ナイス、いいね。ちょっとやばいね。それ食べたくない。これがちょっともう一回ちょっと手を濡らして。早すぎるかな、緊張する。で、で、右手だけでも軽くも早く、早く、そうそうそう、そんな感じ、そうそうそう、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、いいね、いいね。はい。え、で、じゃあこれを左手に、ああ、両手使ったな。あ、ダメかも。ダメ雪だるまはダメ。はい。で、上に乗せて、で、ちょっと押すじゃん。で、ちょっとひっくり返して、で、横から早すぎる、ちょっと待って。そう、そうじゃん。
まあ、この2つの指で壁みたいな感じで、はい、もう一回して、まあ、こんな感じだな。あ、でもうまいじゃん。うまい、うまい、うまい。そう、ちょっと並べて、まあ、ちょっとでかいけどいや、でもでかいよ、形、きれいきれい。これが日本のお寿司で、これがアメリカです。アメリカ、間違いない。はい、いただきます。いただきます。うん、一口。うん、でかでかうん、あ、美味しい。うまい。やっぱりご飯がお酢にいた腹いっぱいだった初めてだったと思う。ね、はじめの最初の握りもこんな感じだった。いや、俺のやばかった。やばかった、ね、ライスうまい。まあ、まだ俺の方がうまいけど。寿司ロールを作ります、はい、頑張ろう。頑張ります。おいしいだな。それで最初はアボカドからいって、まあ、2ピースぐらいでいけちゃう。両手で、はい、雪だるま。どうしましょう。まあ、ちょっとキュウリ。ここから巻きます。軽く形的に。ちょっと包丁に水をつけて。あ、アボカドが出た。でも美味しそうですね。出来上がり。じゃあ、はい、できる。結構早かったので、ごめん、これ説明下手くそだけど。あ、もう同じ角度でね。はい、伸ばす、伸ばす、伸ばして、はい、これ面白くなりそうね。で、また手をちょっと濡らして。ため息そんな感じ、いい感じ、うん、そうそうそう、乗せて、はい、広げます。はい、お、いい感じ、いい感じ。始めるうまい。いや、こんな感じ、うん、はい、で、ひっくり返す。じゃあ、魚をちょっと乗せて、きゅうりとちょっとアボカド入れようか。はい、巻こう。巻く？下から上に。こんな感じ？ちょっとギュッと巻く。うん。おぉ、うまいうまいうまい。やっぱナチュラルタレントだね。こう？そんな感じ。カメラ見て。水つけないで。包丁に？あ、どうも。うまい。意外にいけちゃったね。うまくいっちゃうんだ。ぐっちゃぐっちゃになるのを期待してた。じゃあ食べてみようか。食べようか。自分の食べるんですか。ちょっと切れてない。初めての寿司。うん、まあもうちょっと頑張れるかなと思うんですよ。でも美味しいです。よかった。よかった、よかった。うん、じゃあ、あと、ちょっと全部作っといて。ん？じゃあ、ちょっとゆっくりするから。あ、じゃあ、仕事。じゃあ、また。うちはお客さんだよ、こっち。こっちは。3時間ぐらい待ちます。形を。そう、大丈夫、大丈夫。はい。俺が最後食べないとじゃん。いただきます。うん、うまい。うん、うん、うん、あ、ごめん、ちょっと辛いだけだった。ちょっと辛いリアクションできなかったじゃん。プロフィギュアスケール選手の村上大輔選手に来ていただきました。ありがとう。いや、楽しかった。楽しかったです。寿司もってもらってね。うん、美味しかった。ありがとうございます。もっと来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひまた僕もスケートとかに呼んでいただいて、ちょトリプルアクセルしたいんで、ちょっと教えていただけたら、はい、教えていただけたらな。OK。 ありがとうございました。